公設業省の一公設当初業中所省は、元が設置した一級行政区画の業中所省。1299年以降、公設業省は、現在の長江以南の石膏省及び、福建省全域、チャンス省の大部分、安岐省及び、厚生省の一部を管轄していた。公設業省の前身は1273年、南宋攻略を進める岸町は、 軍事機関として設置された、稽古業数密院及び準災業数密院である。翌年両校数密院は、行中書省に改編された。両者の際は、数密院の出先機関か中書省の出先機関かにあり、共に、軍事行動に際しての最前線の軍政を担う、行政機構であった。1276年、元軍は、南宋の途上であるリガンを占領。 南宋皇帝であった安州が捕虜となり総長は滅亡。南宋支配地域は元朝の半島に編入された。岩町は南宋の中心であった地域に両節大都督府を設置。6月には大都督府を廃止臨安行省が新設された。同年10月、準東地区を管轄する洋州行省を設置。1278年に 林安行省と洋州行省が統合をされ、公和交渉が新設されたのに伴い、準東地区には、繊維市が設置され、公和交渉に属した。そのご紹介が公州と洋州の間を数度にわたって移転したが、1289年以降は、公州に定まっている。1291年、公和交渉の長江北岸地域が、金行省に移管され、 両順地区が管轄範囲から外されたため行商名称も公設業商と解消された。1299年には復権業商が廃止となり公設業商に移管され、元松まで添い重ねされた。ありがとうございます。